鳥山石燕百鬼連れ連れ袋より、白広し末、水木茂ロードに設置されている、白うねりのブロンズ像じろ様子末、白広し末、白うねりは、鳥山石燕の妖怪画集、百鬼連れ連れ袋にある日本の妖怪。ボロい布でできた竜のような姿で描かれ、姿末という熟語は、風で物がなびく様子を示す。石燕による解説文には、 古き付近の化けたるものとあり、古い付近が化けたものとされる。名称は、吉田健康の、つれずれ草に登場する人物、白おるりをもじって名付けられたものであり、石煙の創作による妖怪であると考えられている。石煙の白うねり表記は、絵では、白広し末の文字が用いられているが、目字部分では、白用が使われている。昭和、 平成以降の妖怪関連の書籍では、白うねりあるいは、白様子へと表記され、古い雑巾や付近がこの妖怪に変化し、人間を襲い、体を覆う不快な粘液と、全身から放つ悪臭で人を気絶させるという、解説がしばしば見られるが、これは、小説家、山田則夫の著書、東北階段の旅に収録されている、小雑巾のあだうちにおける、 小雑巾の行動などが引用されていると見られている。同書では、岩手県の藩士を下女が殺して逃げようとしたところ、家の小雑巾が下女の顔に飛びつき、窒息死させたとある。ありがとうございます。